1月の金融覚醒領域を過ぎると、次は9月までやってこないので、あらかじめ予定を立てられるといいかなと思います。運が覚醒する金上昇チャンネルの高見です。金上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる特別な6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。2022年の1月はスタートからキシリスが続く華やかなスタートで、これからもまだまだ今年のベスト3に入るような大キシリスに、昨年はたくさんの臨時収入、予期せぬ収入が続出した金運覚醒ウィークが後半にやってきます。金運覚醒ウィークって収入の器が変わったり、お金のブロックがなくなったりしやすい変化の10日間なんですが、前回は12月にあって、期間中のコメントを読んでいると、想像できないところから臨時収入がやってくる方の体験談がたくさんで、そんなことが起こるの?と読んでいるだけで自分の枠が広がるような、そんな出来事に溢れていて、宇宙って自分の想定より大きなことや不思議なことができちゃうんだなと、あれこれ想定して、これくらいならできる、こんなことは難しいだろうからみたいな思考って本当にいらないんだなと思いました。だから次もすごく楽しみなんですね。1月の金運覚醒領域を過ぎると、次は9月までやってこないので、あらかじめ予定を立てられるといいかなと思います。ちょうど年始で目標や計画を立てられた方も多いと思いますので、予定を立てる目安になるといいなと思います。今日は1月前半の大吉日についてお話をしたいと思います。まずははじめに龍神様のつながり、場を清める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。1月の大吉日は7日、11日の2日間です。特に11日は今年の目玉吉日の一つ、天赦日と一粒万倍日と木の稲の日が重なる大吉日で、前歴でも吉日が入っていますので、1月前半で絶対に抑えておきたいところは11日かなといった感じです。7日から順番に運気を見ていきましょう。7日は十二直が危ぶって、ちょっと注意が必要な日にはなるんですが、この日は強人に対して吉人がすごい多い日なんですね。2倍ぐらいいらっしゃいます。その結果、吉となる行動が多い吉日となります。金運で特にいいのが、貯金、投資、支払い、金アップアクションが吉ポイント2倍となります。もう一つ美容が全般いい日となりますので、お手入れを楽しむのも金運アップアクションになります。女性は特に嬉しい運気ですね。そして、前歴は260日の表の中央列のさらに中央に位置する4日のうちの一つ、金129、赤い月、白い鏡、音12が入ってきます。金129から132の間の4日間は、中央列の中央に位置する、ちょっと宇宙人的というか、スピリチュアリティが高く、次元を超えるような、時空を超えるような、不思議なエネルギーが流れる日です。だから、すごく変わっていたり、思いもしないような発想をしたり、ちょっと人間離れしているような感じになります。なので、宇宙からのメッセージをキャッチしやすかったり、そういったメッセージを信頼している人が多い日です。ざっくり言うと、金129のエネルギーが流れる7日は、5次元的だったり、風の時代の軽やかなエネルギーが流れる日となり、いつもより制限なく考えることができたり、宇宙やハイヤーセルフからのサインを受け取りやすい日だったり、神がかり的なことが起こりやすかったりする日です。もし普段、失敗したら怖い、周りの人に何て言われるか、お金を失ってしまうかも、など、新しいことをしたいなと思った時に不安や恐怖心が湧いてくるな、という方にとっては、やってみないとわからないし、全然気にならないよね、って自然に思えてくるような頼もしいエネルギーの日です。金129生まれの有名人に、ちょ待てよ、木村拓哉さんやデヴィ夫人がいます。ちょっと、わかりにかったらすいません。まさに大胆なチャレンジが似合う、物おじしないタイプの象徴ですね。そんな日に、何かインスピレーションが降りてきて、いいこと思いついたっていうことがあれば、宇宙や工事からのメッセージの可能性が高く、それはやった方がいいよというサインなので、できるだけ早めに着手をしたり、スケジュール帳に予定を組み込んでしまうことがおすすめです。そしたら7日にこんなことやってみたいかもという気持ちが湧いてきた時も、早めにアクションすることがおすすめです。
3日するとワクワクや熱も冷めてしまいますので、小さなことでも大丈夫なので3日以内にはファーストアクションを起こすことが、コージからの導きを得て道を開くポイントとなります。この日の金アップアクションは、浄化の赤い月に整える白い鏡ですので、流れを整えることや浄化がおすすめです。水回りのお掃除も金運と関わりがあり、流れを良くする動きなので金アップアクションになりますし、お風呂にゆっくり入ったりマッサージをして老廃物を出すこと、血行を良くすることも流れが良くなりますので、おすすめの金アップアクションになります。特に美容は全般吉ポイント2倍の日ですので、温泉に入ってマッサージなどは金運も吉もたくさん溜まるアクションです。入浴、サウナ、温泉、岩盤浴、どれもいいですので、好きなものがあると楽しまれるといいと思います。またお水をたっぷり飲むことも邪気を流して運気アップします。流れも良くなるので、こちらも機運が上がるアクションですね。お風呂に入ってお水をたっぷり飲むなど、吉ポイント2倍が2つ重ねてできますので、7日は金アップアクションのコンボがしやすい日となります。また参拝も吉ポイント2倍ですので、初詣まだだな、三社参りがまだだなという方はこの日がおすすめです。続いて11日は障害が取り除かれる最上の吉日、天赦日に一粒のもみが万倍でも実る一粒万倍日、そして始めたことが運気よく継続していく木のエネの日、強めの吉日がトリプルでやってくる大吉日です。ここは何かアクションできると最強の運気に乗れますから、要チェックの日ですね。しかもこの日は1月11日で111のゾロ目、天使さんが新しい始まりを告げています。スタートの祝福と歓迎を感じますね。暦も天使さんも林先生みたいに今でしょと言っているような運気です。前歴でも金133、赤い空歩く人、青い猿、おとさんで、19日に一度だけある、始めたことが影響力を持つほどに発展していく、絶対拡張金の人、マヤ歴も林先生状態です。この日は吉日がてんこ盛りとなりますので、詳しくはまた別の動画でお話をしたいなと思っていますが、お金に関することで特にいいのは、順直が突然閉じ込める運気ではあるんですが、閉じ込めるので、貯金は溜まりやすく、貯金始めにはとてもいい日です。投資もいい日なので、実践もいいですし、やってみたいけどよくわからないな、という場合は、勉強をスタートするのもいい日ですし、継続、発展、万倍と嬉しい運気ですし、天赦が障害を取り除いてくれるので、気になっていたら、この日をスタートの日として準備しておくといいと思います。この日は2022年の初音の日となりますから、お祭りをしている神社もあります。商売繁盛の大黒天様のご縁日で、金運にも関わりが深い日ですので、大黒天様が祀られている神社などに参拝に行くこともおすすめです。お財布の使い始めも大吉ですね。何か大きな予定などは今から予定しておくと、この日の五重の吉日の恩恵に授かれそうです。1月の運勢や後半の大吉についてもまた動画を出しますので、チェックしていただけたらなと思います。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。